さあ始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組ではですね、さまざまな業界からゲストをお呼びして、ここに至った経緯やビジネスのノウハウなどを伺っていきます。さらに最後に身だしなみのことについてもお伺いしていきます。この番組を聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思います。この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールは 797@fm21.com までお待ちしております。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川文彦がお送りいたします。それでは CM の後ゲストを紹介いたします。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。はい、始まりました。本日のゲストは、お名前の前になんか肩書きつけますか？あ、つけましょう。はい、何でしょうか？デザイナー兼イラストレーターでいいんじゃないですか？かしこまりました。はい、デザイナー兼イラストレーターの高橋里奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。はい。緊急に出てもらって、緊急に伝えたいことがあるということで、今日聞いている人は、本当耳の穴をかっぽじって最後まで聞いてもらえれば、ぜひよろしくお願いします。面白い話があると思いますので、はい、で、じゃあまず高橋さんにお伺いしたいんですけれども、はい、現在どういった仕事をやっているんですか？私がですね、今は、普通の平日はですね、商業のデザイナーをしてまして、まあ、雑誌からあとチラシ広告、あと店舗のロゴとか、あとメニューとか、そういうのを一応普通に商業ベースのデザイナーをしてます。商業デザインということで、はい、自分さっき打ち合わせの時に聞いたんですけれども、うん、あまり僕その響きに馴染みがなくて、あ、こういうことなんだなって思ったんですけど、うん、同じを聞いてる人は商業デザインって聞いて、パッと分かる人もいれば分からない人もいると思うので、さっき聞いたことをお話しすると、店舗のお店の名前だったり、はい、あとこう飲食店なんか居酒屋さんなんかのメニュー表のレイアウトやデザインを考えたり、はい、そうです、そういうことやってるんですよね。はい、ロゴとか作ったりしてます。名刺とか。あ、名刺のデザイン。はい、店舗の名刺とかも全部やります。へえ。店舗で使うものすべて、はい、やります。あとブランドのロゴとか。ロゴとかたまになんか私にブランド名何がいいとか、うん、そういうコンセプト聞いてくるときもありますけどね、お客さんが何が決まってないんですかみたいなそのヒアリングしながらじゃ決めていくような。そうです、もうめちゃくちゃ時間かけてヒアリングして作っていくって感じです。なるほど、はい、実際に結構有名なところのお店なんかもやってるってことで、はい、なんか紹介してもいいですか？あ、どうぞどうぞ、紹介してください。に紹介してもらえると。あ、本当ですか？ちょっと忘れちゃうとこもある。と西新宿にあるんですけど、ピーターコールってお店があって、はい、そこのお店のロゴとかあとメニュー表とかは私が制作させてもらって、あとは、赤坂にあるクラックっていうアイリッシュパブなんですけど、はい、ここも私が作りました。いや、はい、すごいなと思いました。本当ですか？どういうのが見やすいレイアウトだったりするのかとか、うん、そういうのって分からないですよね。ああ、普通の一般の方とかですか？ああ、なるほど。だからなんかそういうののレイアウトとかコツがあるんですか？いや、もう私はもう先輩方からビシバシやられて育った世代なんですよ。ああ、そうなんだ。もうなんでそんなのができないんだみたいに言われて、もう泣き泣きやって真夜中やってた世代なんで。へえ。だからもう本当に知らない間に身についてて、これはこういう風にした方が綺麗に見えるんじゃないかっていう、本当感覚にどんどんなってきます。へえ、すごい。その感覚大事なんだね。あ、多分そうだと思います。でもなんか洋服でもありませんか？なんか、うん、この人の体にはこのスタイルが合うだろうっていうスーツの作り方とかあるじゃないですか？うん、ありますね。それって感覚で分かってくるようになるじゃないですか？確かに感覚ですね。そうそう、なんかこの方が、でも自分はこっちの方がいい
いけど、うん、お客さんはどうなんだろうっていうのもヒアリングになってくるみたいな。あります、はい、パッと見てこの人こういう色合い似合うんだなとか。あ、そうです、そうです。確かに感覚ですね。そうですね。でどんどんその感覚がこうビシバシやられて身についていったって感じですね。初めは分かんなかったけどいやすごいなって、まるで要はメニュー一つにとってもまあかっこよく言えば芸術じゃないですか。あ、そうですね、額の中の一つ仕上がってる、うん、っていうことに関してすごくこう分かりやすく並べていくとか、うん、ね、一番大事なことですね、見やすさとか。あ、そうですね。で注文したいものに誘導するようなこう流れとかあると思うんで、うん、いやさっき見させてもらったんですけど、なかなか綺麗に作ってるものが多くてびっくりしましたね。ぜひ乗っけてください。ここ、なんかこことかに顔の前とかに乗っけたり。顔の前とかに見えなくなっちゃいますけど。で、現在はフリーランスとして、はい、デザイナーを辞めて、はい、まあ、半年だと聞いたんですけれども。そうなんですよ。いやこんだけいろいろ仕事をしてる中で、はい、辞めることになったきっかけってどういうことなんですか。いやいろいろやるだけやったんですよ。もういっぱいやらせてもらったんですよ。本当に代理店いた時に。代理店時代のお仕事は、はい、もう本当にやりたいことを全部やらせてもらって、デザイナーとして、はい、である程度ちょっと、あ、もうそろそろちょっと次のステップかなって自分の中でちょっと思った時期があって、その時に私って根本何やりたな、もっと何やりたいんだろうって思った時に、ちょっとやっぱり自分で絵描いたり、あとオリジナルのグッズ作ったりとか、そういうプロデュースの仕事をもっとやっていきたいなって思うようになったんですよ。ブランドを持ちたかったりもしたんですか。そうですね、ブランドを持ちたかったっていうのも一理あって、はい、で絵描くのももともと大好きだったんで、自分の絵がブランドになればもっと、うん、楽しいし、プロデュースももっと幅が広がっていくんだろうなって思って。そうですね、はい、確かに。もう全部自分で完結できるのもなんかちょっと楽しいかなとか思って、今まではこう対人とやってたけど、うん、自分からどんどんアウトプットを配信していくのって楽しくなってくんじゃないかなってちょっと考えてたのが一番の勢いを余ってやめるきっかけぐらいの感じですね。すごいですね。やりたいことはあってもなかなかね、会社を辞めるって大きい決断で、で絵に専念して、さっきちらっと聞いたら別に絵でうまくいかなくても絵がやれればいいから、フリーターでも何でもいいやって言ってたところ、割と独立して今半年ちゃんと仕事がもらえてるっていう、奇跡の独立だとか言ったんですけど、すごいですよね。辞めて半年ちゃんとまあお金をもらいながらね、仕事ができてるっていうことは、いや本当に恵まれてると思います。なんか今までのお客さんとちょっと仲良くしてたんです、すごい、はい、めっちゃ仲良くしてて、そのお客さんたちが多分電話で私と喋りたいみたいなところもちょっとあると思うんですけど、愚痴を言いたいとかそういうのも顧客の人がなんかちょっと喋りたいっていうのもあるし、はい、なんか相談しやすかったのか分かんないですけど、なんとなくついてきてくれてでそれでその人から広がったのもあるんですよ。新しい仕事が降ってきたのがあって、その人たちだけで食べていけなかったけど、その人がなんかいい子がいるし、今なんか独立したみたいだよみたいなことを友達に言ってくれて、その人が仕事をまたくれるようになってみたいな。へえ、独立してからのお仕事ってのはどういうことやってるんですか。あ、同じくで全然変わらなく、でなんか最近は多いのがウェブ のホームページの美容室とか のホームページ作ったりとかすごいしました。え、ホームページのデザイン。デザインですね、ウェブデザインですね。なんかディレクションと、私ウェブのデザインもできるので、ウェブのデザインもやりました。それはなんかすごいですね、はい、それをやったりとか。美容室とかですね。そうです、美容院系すごいですね。美容院系の中のブログ系なので、ブログアップするじゃないですか。なのですごい作りやすくて。あ、そうですよね、この人聞きましたね、モデルさんみたいなのがあって、こんな髪型があって、はい、でホットペッパーにつながってったりとかするっていう、
割とじゃあそのテンプレもある中でその中でこう高橋さんのエッセンスもちょっと入りながらっていう、はい、そうですね。でそんな中あの仕事をこうさっき言ったように独立して半年経って、はい、こう一個一個まあ来た仕事を丁寧に丁寧に仕事していく中で、うん、なんか大きい仕事が来たっていうことで、そうなんですよ。もう最後まで聞いてほしい話に繋がってくる。そうなんですよ。大事件が。大事件ですよね。大事件が。一番の大事件だと思います私。そうなんです。なんかたまたまなんですけど、本当に SNS で絵とか、うん、自分のやりたいことを発信してたら。なんかたまたまその海外回ってるアート集団みたいなアーティスト集団みたいな人たちになんか声かけてもらって、うん、なんか展示があるんですけど参加しませんかみたいな感じでオファーをいただいて、どういう形でもらったんですかオファー。なんかツイッターとあのインスタを私両方絵ガンガン上げてるんですよ、うんうんうん、でそこでなんか絵を見たんですけどあのこういう展示僕やっててあの一緒に参加してくれませんかみたいな感じで DM が来たんです。すごいですね、うん、見てた人の目に留まったんですね。そうなんですよ、奇跡的に留まったんですよ。でその人たちは海外を転々と回るアーティスト集団、なんかそのアーティスト集団っていうよりはなんか何て言うんですかね、いろんなあのその主催の子が見つけてきたアーティストさんを引き連れて海外に展示に行ってる子たちなんです。ああじゃあ要は原石みたいな人をポンって見つけて、うん、この人ちょっと面白いから展示やらせちゃったみたいな。多分そうだと思います。うわすごい、うん、でゲリラ的にじゃあよバンって連絡入れてる、ね、入れてるんだと思うんですよね多分。そこにたまたま引っかかってでなんか行きませんかみたいな、うえマジかってなって、でなんか作品もそんなに私なかった時だったんで、はい、一生懸命いっぱい作ってでそれで、あそうだ絵はできたと、はい、絵はできたけど資金がないぞってなってちなみにあの、はい、その話が来たのは時系列的にはいつだ。時系列的には2ヶ月前ぐらいですね。5月ぐらいですね。5月ぐらいに来て開催がさっき聞いたら7月の22から26の5日間、はい、場所はシンガポールだそうですね。そうなんですよ、そう海外なんですよ幸いにもそんな海外の中で遠くなくてよかったです、うん、そうよかったです。アジアで、そうブラジルとか言うてたらどうえー、公式だけで大変なことになってて、でも絵は揃ったけど、はあ、資金がねえぞってなって、そうなんですよ、大変、これは大変だってなって、で始めたのがクラウドファンディングをちょっとやってみようってなって、うん、でもう私やったことなかったんで、うん、本当一から全部自分で検索して考えて、これはこのリターンでとかって考え、一から考えて、でなんとなく全部出来上がったんですよ、はい、してあれ審査通さなきゃいけないんですよ。そのクラウドファンディング側に審査を通さなきゃいけなくて、その審査も通ったんですよ。あっさり。結構じゃあ厳しい審査があるんですか。はい、あのあそこに乗るだけのなんか多分すごい審査があるんですよ。なんかあんまり良くないやつを弾かれるらしくて。そっかそっか、そんなポンポン乗っけてもね、うん、でこう出すものがあって、うん、そのリターンがまあ適正だって判断されて、うん、よしと。よしと。で、なんか修正とかも返ってきたりするんですよ。ここはちょっと文言変えてくださいとか。へぇー、そうなんですね。クラウドファンディング知らない人もよく聞いたりとか。あ、ね、そうなんですよ。で、あれ、これ、あ、で、なんか、絶対通るわけないと思ってたんですよ。私、あの、知名度もないし、うん、結構上がってる人って結構知名度あったりするんですよ。なんか、企業だったり、そう企業だったりとか医療関係の人とか、ああそうか、すごいこう分かりやすいじゃないですか。そのあとあのこういうなんか納豆専門店を出したいとかそういうのだったらなんかリターンもなんか一生無料券とかが発行できるとか、うん、そういうのだったりとかしてすごい分かりやすいんですけど、絵って分かりづらいから絶対に弾かれるだろうなと思ってたんです私、うん、したら意外と通っちゃって要はあの海外での展示会費用ですよね。はい、そうです。で、展示会成功させるためにぜひご協力くださいっていうことですよね、はい、そうです。それをあの提出したら意外と返信が OK っていう返信が返ってきたので、こ
これは広めなきゃまずいぞって言ってでご連絡させていただいたって感じなんですよ。で今でもあの7月のね、今日は4日なので、うん、あの収録日なんですけど、うん、でオンエアが8日になるので、うん、あのぜひクラウドファンディングの話を先にして、うん、あのクラウドファンディングのサイトはどこを使ってるんですか？あ、サイトがキャンプファイヤーになります。キャンプファイヤー、はい。で、なんて検索したら出てくるんですかね？と、多分クラウドファンディングいろいろありますもんね。そうなんです。幕開けとかね。はい、あ、幕開けとかもあります。とかと、はい。で、クラウドファンディングだとリナ RINA720 で出てきます。リナ RINA、 あと RINA720 で出てきます。 RINA720 ですね。はい。誕生日ですか？あ、誕生日ですRINA720 で、はい、ぜひキャンプファイヤーで検索してもらえると、はい、クラウドファンディングの内容が出てくるのと、で、あの高さんが描いてる絵がすごい僕はかっこいいなって思ってるんですけど、あのこれインスタも同じでしたっけ？7人。あ、インスタもインスタはちょっとだけ違くて、もしよかったら聞いてる人がリアルタイムでこう見ながらだと、あ、こういう絵のこと言ってるんだってなると思う。あ、じゃあ、名前がですね、インスタの名前がですね720 720の、はい、S.S.H.A.T720S.H.A.T で、はい、あのイラストっぽい画像が出てきたらそれなんですけれども、はい、あのそこにですね高橋さんの描いた作品がいっぱい乗っかってまして、結構作品見るとあの、まあ、結構一貫性があって、なんかちょっとサイケデリックな色合いを使ったあの70年代から80年代の音楽シーンをこうからインスパイアを受けてるってことなんですけど、はい、そうです。色合いとか結構かっこいいですよね。あ、嬉しいです。本当にもうでも結構色合いはよく本当にこだわってるんで、うん、本当に視覚でちょっとインパクトを与えたいみたいな感じの。これ手書きでやってるんですか？そうです。一応は初め下書きは鉛筆で書いて、はい、それをあのデジタルのペンタブレットでデジタルに起こしてるって感じです。で色をこの方に入れてきます。そうです。色をあのデジタルで塗っていってる。145作品ぐらいこう乗っかってて、うん、あ、まだ、あ、まだ45ぐらいしか乗ってるのてないんですけど、はい、そこまで。で、実際にあの展示会ではどれぐらいのものを出すんですか？で、物販なんかも出すんですか？いや、物販は出せないみたいで、本当に絵画のなんかちゃんと絵の展示会になるんで、あの出せないみたいなんですけど、あの一応はあの絵はあの一応 A3 じゃないな、A1 サイズぐらいのサイズのポスター2枚、うん、作成して作りました。で、そのぐらいでこうやっていくって時にあの必要資金が、いくらでしたっけ？30万ぐらいですね。30万でクラウドファンディングをスタートしてて、はい、で、まあ、どれぐらいのこう投資額でどういうリターンがあるかとかって聞いてもいいですか？あ、はい、投資額がですね、よく30万っていうのは交通費だったり宿泊だったり、あ、そうですそうです、あとこう配送料とかそういう全部ものものってことですね。そうです。あと配送はあのその、あの誘ってくれた方が全部配送までやってくれるんですけど、向こうに行ってる1週間分のその泊まるところとかそういうのはあの斡旋はしてくれないみたいでなので一応シンガポールでの旅費と、うん、あと制作費はもうほぼ終わったので、うん、あとあれですかね、あの宿泊代、あとその現地での、うん、あの お渡しするチラシとか、ああ、そっか、そういうね、はい、そうなんです、ね、はい、もっと海外でもなんかちょっと広がればいいなと思うので、なんかそういう展示に
来る方っていうのは他のところのギャラリーの方も来るらしくて。なるほど、オーディションみたいな場所なんですね、はい、そうなんですよ。なんでそれだったらなんか香港とか台湾とかもっと行きたいところいっぱいあるので、うん、そういうところのギャラリーの方にこう売り出せるように。なるほど。ちゃんと名刺とチラシとそういうのをなんかその場で配れるようなステッカーとかそういうのを一応持っていけるような分の費用ですかね。あとはあのリターン用なんです全部、うんうんうん、ほぼそれが20万ぐらい、20万もかかんですね、うん、15万ぐらいがシンガポールで使う用のお金で、あとは全部リターン用、他のお客様にお渡しするように全部お金を集めてるものなんで。なるほど。はい、なんで贅沢はしませんみたいな感じですね。なるほどなるほど、はい、もうある分ちゃんと使ってちゃんとリターンするっていうのは。リターンするっていう感じです、まあ、リターン内容についてはもう、ね、ゆっくり見てもらって。はい、そうです。リターン内容いろいろあるんですけど、まあ、まあ簡単なものでいうとポストカードとかステッカー、はい、あとなんか一応ジップロックの、うん、あの中に全部収めたいんですよ。はいはいはい、今ジップロックってすごい流行ってるの知ってますか？知らないです。あ、本当ですか？そうなんですよ、使ってますけど。あ、本当ですか？なんかあのビーンズとかがジップロックのポーチ出したりとか、はい、あのカバン出したりとかして今スケルトンポーチが流行ってるんで。へー、そうなんですね。ジップロックが、はい、なんでそのジップロックのあのロゴがないバージョンでいろんなパターンがあったりするんです。ジップロックのあの、うんうんうん、クリアケースって言うんですけど、はい、クリアジップロックをなんかちょっと一からあの作って色付きのやつとかにして、うん、あのお配りしようかなと思ってて、それはリターンに一応載せてるんですけど、ちょっとこういう感じで。なるほど、はい、なるほど、そうなんです。ちょっと全部いろいろ収まってるんです、このジップロックを使って、はい、お返しする感じなんです。あのぜひあの協力して、あと絵を見て、まあ、なんかこれならっていう風に多分なる人はいると思うんで。あ、本当ですかね。ちょっとお願いしますマジでお願いします。あのクラウドファンディングをまだ興味なかった人も一回見る機会としてもね、使ってもらえればと思います、はい、で、まあ、あの最後になるんですけども、はい、あのこのラジオは僕がやってる身だしなみについてお話をするラジオなので、はい、最後ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、まあ2つぐらい聞いていこうかなと思うんですけど、はい、まず高橋さんが、まあ、人と会う時なんかに自分のこう格好で意識することだったり、はい、こういうポリシーがあったりとかっていうのを簡単に聞いてもいいですか？はい、そうですね、ポリシーというほどのなんか強い信念はないんですけど、あのとりあえず好きな格好をするんですね。やっぱりどんな場所でも時でも多分好きな格好をするし、好きな髪色をするし、好きな化粧をすると思います。結構あのなんていうんですかね、個性的な雰囲気なんで動画を見てもらいたいと思います。であとあのさっき聞いたスーツを着用していくような職場にいたことがない、はい、で周りの人もスーツ着てたことがあんまりないような男の人で、はい、って言ってたので、あのスーツについてこう男性がスーツ着てるのってどうですか？めちゃくちゃ好きですよ。なんか本当に電車とかでしか見る機会ほぼないので。あ、そうですね、はい、電車とかその待ってる時とかに、あ、この人すごくスーツ似合うなとか、はい、まあ、そういうのめちゃくちゃ 目がいきますね。やっぱり好きです。すごいこうネクタイ外すところとかもすごい好きですし、まあ、よく言いますよね。あ、こうやっぱいいですね。あれ男性特有なんで、やっぱりあれね、クールビズになっちゃうとネクタイ外しちゃう人がいるから、あれができないのもったいないですよね。もったいないですね、本当。あれ文化みたいなもんですよね。あれ文化ですね。女性の前にでそういうなんかね、飲み会の前に外すぐらいいいものまだそこでやっぱりでもいいものだと思います。あれはなきゃダメだと思います、ね、あれはあってしかるべきネクタイだと思います。やっぱじゃあスーツはちゃんと綺麗に着てるっていうのは大事なことですね。とても大切なことだと思います。男性は特に丈長いなあの人ってすごい思ったりとかもするんで、もったいない、肩幅広いのにとか、うん、すごい思うので。ということに本当に多分女性って細かいところ見てるかなってあ、いろんな方と話すと感じるので、はい、やっぱ大事なんだなって思って、はい、まあ、ぜひこうスーツを通して身だしなみを知るきっかけになってもらえればなと思って聞かせていただきました。あ、
もう一個だけいいですか。どうぞどうぞ。あ、いいですか。なんか多分打ち合わせの時ってちょっとだけ面白いネクタイしていくのいいかなと思います。なんかちょっと柄がなんかちょっとアメキャラだったりとか、スパイダーマンのキャラクターのやつだったりとか、そうだとこうなんか会話のきっかけになりやすいです。なんかネクタイそれあれもしかしてみたいな。あ、はあ、いいですねみたいな。そこからちょっと仲良くなって打ち合わせもしやすくなったりとかってな感じで、はい、これであのお話は以上になりますので、ぜひあの僕 YouTube にもすぐ載せますんで、はい、情報も載せますんで、はい、見てください。はい、今日のゲストはデザイナー兼イラストレーターの高橋里奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。飲んで食って吸って吐いて清水バー、明日の朝まで飲んでも食っても吸っても吐いても